好きな子とかいねえのかなって思って。好きな子みんな好きだよ明らかに恋のお話をしてただろうがよ恋の、うん、あ女子な女子、うん、面白い子だな楽しいなとか、うんうん、何でも言い合えるなとか、うん、誰かに取られたら嫌だなとか、手をつなぎたいなとか、キスしたいなとか、その先もしたいなとか、そんな風に見たことなんかないよ。例え話だよ。そういう子はいねえのかって。気づいたら将来仲間うちで独り身は自分だけということに。下の大丈夫？自爆しました。胸が痛い。アリュー嫌がってる。カリュウ！え？オガ？彼氏さん？違います！クラスの友達です！それはちょうどよかった。え？この子ちょっと熱中症っぽくなっちゃったみたいでね。そこに俺が取りかかって。熱中症？救急車呼ぼうかって聞いたんだけど、そこまでじゃないってことで。とりあえず涼しいところでつけてね。ありがとうございました。めっちゃ紳士。俺もちょうど帰るとこだったし。あ、オガ。ん？あ、その心配してくれてどうもありがとうございました。何？今日の下流素直すぎてちょっと不気味。痛い！不気味ってこのタイミングで言われると一番イラッとくるから。ごめん間違えた。なんか間違えたね俺。はあ。今好きな子とかいねえのかなって思って。誰かに取られたら嫌だなとか、手をつなぎたいなとか、どうしよう。新うん、俺、カリュウのことが好きだ。